きげんよう。私は純お坊ちゃまにお仕えしている執事のセブちゃんでございます。今回は執事としての一日を皆様にご紹介いたします。執事の朝は早いです。この仕事を長く勤めていると目覚ましがなくても朝5時半には目が覚めるようになりました。起きて最初にすることはストレッチでございます。執事の仕事は健康第一なので朝の軽い運動は欠かせません。身支度を整えたら朝食を作りにキッチンへ向かいます。私朝はパン派でして、引き立てのブラックコーヒーとともにいただきます。うん、程よい酸味ですね。食事を済ませたらお坊ちゃまの朝食の準備を始めます。これでよしと。ここはモニタールーム。不審なものや人がいないかをチェックするのも私の仕事です。そろそろお坊ちゃまが起きる時間ですね。お坊ちゃまはまだぐっすり眠っているようですね。そろそろ起こしに行きますか。お坊ちゃま、おはようございます。そろそろ起きる時間でございます。あと5分だけ。いけません、このままでは遅刻をしてしまいます。うるさい、そっとしておいてくれ。こうなったらあの手を使うしかありませんね。よいしょ。おい、うるさいぞ、早く止めてくれ。はいはい。朝食が用意できておりますので、食堂でお待ちしております。はぁ、最悪な目覚めだ。毎朝、お坊ちゃまと格闘するのはなかなか苦労します。お坊ちゃま、放課後のご予定は？今日はチーニャたちが遊びに来るから、お茶菓子の用意を頼む。かしこまりました。じゃあ行ってくる。お坊ちゃま、お忘れ物はございませんか？もちろん。僕が忘れ物するわけないだろ。失礼いたしました。どうぞお気をつけて。じゃあね。忘れ物がないならそれで良いのですが、果たしてどうでしょうか。なんだか嫌な予感がいたします。お見送りが終わると家事の時間でございます。洗濯に片付け、床掃除、やることはたくさんあるのです。今日は金曜日なのでこの後窓掃除をして。金曜日？金曜日は確か体育の授業がある日では。なんと体操着を忘れてるじゃないですか。残念ながら私の予想は当たってしまいました。どうにか体育の時間に間に合わせなければ。あれ、おかしいな、ないぞ。ジュン君、どうしたの？早くしないと体育の授業始まっちゃうよ。もしかして体操着を忘れたのかい？ああ、どうやらそうみたいだ。次の体育どうするの？先生に怒られるしかないね。お坊ちゃまー。はあ、体操服をお持ちいたしました。セバスチャン。さすがセバスチャンさん。では私はこれにて失礼いたします。お坊ちゃまの危機にいち早く駆けつける、これもまた私の大事な仕事なのです。お昼ご飯を済ませたらお庭のお手入れを始めます。土いじりは私の趣味でもあり癒しの時間です。おや、雨ですか。これはいけません、お坊ちゃまは傘を持っておられないはずです。お迎えに上がらなければ。結構降ってるね。天気予報じゃ晴れだったから傘持ってこなかったよ。困ったな。お坊ちゃま、お迎えに上がりました。セバスチャン、どうぞ皆様乗ってください。え、いいんですか？ありがとうございます。よかった。セバスチャン、助かったよ。どういたしまして。はあ、また負けた。ジュン君またビビ？チャチャマル意外と強いね。はい。皆様、おやつのご用意ができました。はい。ありがとう、そこに置いておいてくれ。お坊ちゃまとご友人の皆様が
はよく遊んでいるご様子は本当に心が温まります。良いご友人に恵まれて私は嬉しい。雨が上がったみたいでよかったね。皆様お気をつけてお帰りください。はあ、うちにもセバスチャンさんみたいな執事がいたらいいのに。車で迎えに来てくれたり忘れ物を届けてくれたりさ。ジュン君が羨ましいよね。まあね、うちの執事は特別なのさ。お坊ちゃま。それじゃあまた明日。またね。お邪魔しました。はい、バイバイ。今日のメニューはアサリのクラムチャウダーにホタテのカルパッチョでございます。美味しそうだ、セバスチャン。はい。その、今日はいろいろありがとう。どういたしまして。素直じゃないところが旦那様にそっくりでございます。あー、ジュン様、今日はご友人と遊んでいたため勉強時間がかなり不足しております。なのでこの後はお休みの時間までお勉強の時間とさせていただきます。それから今朝の反省を踏まえ明日の支度も今夜のうちに。わかったよ、食べたらやるから黙ってくれ。よし、特に変わったところはなさそうですね。ところでお坊ちゃまはちゃんと勉強されているのでしょうか。防犯カメラで見てみましょう。むむ、机の下で何か読んでいますね。映像を解析してみましょう。おや、勉強もせずに雑誌を読んでいるではありませんか。まったく仕方ありませんね。お坊ちゃま、勉強の方ははかどっておられますか。あ、びっくりした。今何か隠されませんでしたか。雑誌が気になって勉強が手につかないようでしたらそちらの雑誌は没収をさせていただきますよ。この雑誌はジャックから借りたんだ。きちんと勉強するから見逃してくれよ。今回は目をつぶりますがしっかり勉強してくださいね。ありがとう。時にはお坊ちゃまに厳しくするのも執事の務めです。旦那様の代わりに心を鬼にしてお坊ちゃまに指導いたします。ジュン様はお休みになられたようですね。ふう、疲れた。ようやく私の自由時間となりました。ここからはお仕事ではなくお仕事の時間です。実は私には密かに応援しているアイドルがいるのです。はぁ、今日も尊いです。クリスチーヌちゃんとフランソワちゃん。はいはいはい。セバスチャン。あ、お坊ちゃま、どうかされましたか。眠れないから何か温かい飲み物を作って欲しかったんだけど今のでますます目が覚めたよ。すぐにご用意いたしますのでこれは見なかったことにしてお部屋にお戻りください。うん。さっきの見ましたよね。まさかセバスチャンがアイドル好きだとはね。今夜見たことは忘れてください。別に隠すことはないさ、セバスチャンにも息抜きが必要だからね。いや、お恥ずかしい。ごちそうさま、これでぐっすり眠れそうだ。それはよかったです。おやすみ。おやすみなさいませ。一日の最後にお坊ちゃまのご様子を海外にいる旦那様と奥様に報告します。今日も純お坊ちゃまは元気にご友人と遊ばれており勉強も頑張っておられました。これでよしと。私のルーティンはいかがでしたでしょうか。これからも私はお坊ちゃまの成長を見守り続けたいと思います。ご視聴ありがとうございました。